こんにちは、届きましたよ。こちら超楽しみにしたブツが届きました。今日はね、こちらシュプリームウィーク13でですね、買ったノースフェイスコアボのダウン開封していきたいと思います。なんかそこそこな箱に入ってきてますが、前回の黒いテカテカしたやつに比べたらね、まあやや小ぶりかなといった感じです。まあ着丈とかね、短い分そんな大きくないんじゃないでしょうか。まあこんな感じです。前はね、顔隠れちゃうぐらいだったんですけど、これぐらいの大きさに入ってきました。じゃあちょっとね、開封してきますか。お、あれ、なんか思ったより小さい？小さそうっすね、思ったより。ちょっと開けてきます。まあいつも通りステッカーが2枚まず入ってます。まあこれいつものことっすね。あれ、なんか身幅小さい気するな。まあこんな感じで袋に入ってきてるんで、こちらも開けてきます。こちらになります。めっちゃかっこいいっすね。総柄、超総柄っすね。やばい、まだ開いてないけど。で、質感もなんか手触り的にも前回のダウンより僕はこっちの方が好みですね。で、タグついてます。こんな感じですね。ちょっと開きますか。あ、意外にちっちゃくないっすね。でかいかも。着丈ちょっと短いかもしれないんですけど、こんな感じです。全部で見たら、実物見たらね、やばいね。これかっこいい。超ちょっと派ですけどね。で、裏面がこんな感じっすね。シュプリームって刺繍なんですよね。これかっこいいポイントかなと思います。なんかプリントで変にねされたりとか、十字架とか入れられる、全然かっけえっすね。やばー、これ。で、一応ね、プリントが全面にこうされてて、まあ脇から下にかけてちょっと黒くこう色変わってるような感じになってます。いつも通りのロゴが腕についてますね。で、まあところどころというかね、この辺がシュプリームのボックスロゴに変わってるんで、着てたらまあかなり目立つんじゃないかなと思います。ちなみに僕これ M 買いました。前回の教訓に生かして、まあ多分ね、前回のやつではね、でかくないだろうっていうところで、まあ M にしたんですけど、で、プルオーバーなんで大きい方が絶対かっこいいと思うんでね、今回は M で行ってみました。まあ噂だとなんかね、ちっちゃいって話なんですけれども、とりあえず M でなんとかいけたらなということで、ちょっと今切ってみます。今ね、このシュプリームのスウェット L サイズ着てるんですけれども、この上からちょっと今着てみたいと思います。首元がですね、マジックテープになってて、ハーフジップですね。こんな感じになってます。で、ここ開けるようになって、ここまでしか開けないですね。まあ、ハーフジップなんでそうかなって感じなんですけど。で、なんかプルオーバーにありそうな胸ポケとかはないんで、ポケットはサイドになってます。まあ、普通のジップなんで、まあ、止水ジップのやつよりはね、なんか長持ちするというか、加水分解とかしないんでね、ダウンの方がいいのかなと思ってこっちにしたんですけど、で、下がここ、こう、広げることできるんで、チャックで、まあこの辺でもなんか着たりする雰囲気とかもね、シルエットのスタイルっていうのを変えれると思うんで、まあまあ面白いのかなと思います。左腕にこんな感じで MA1 みたいな感じな場所にポケットがついてます。あとはね、特に目立って変わったところはないかな。で、内タグ部分がこんな感じに、いつも通りのシュプリームとノースフェイスの赤い感じになってますね。で、ここにネバーストップエクスプロイングっていうなんか引っ掛けるとこついてるんですけど、これかけたら多分ちぎれますね、きっと。服とかかけたらやられると思うんで、かけない方がいいかなと思います。あとは内タグね、こんな感じで型番表記するのが、ちょっと見えないかな。こんな感じでタグの表記ついてるんですけれども、まあ、こちらもね、ゴールドウィンの表示がついてるんで、まあ、国内代理店の、商品だよって感じになるのかなと思います。じゃあこちらですね、ちょっとこのシュプリームの L サイズのフーディーの上にこちら着ていきたいと思います。なんかルック確かね、黄色いパーカー挟んでたと思うんですよ。なんでちょっとその感じでいけるかっていうところも含めてね、こちら着てみたいと思います。着てみました。M でこんな感じですね。なんか着た感じ、バルトロの XL ぐらいはありそうな気がします。まあ、フード入れてるんで首しっかり締まんないんですけど、ちょうどいいぐらいかなといった感じです。プルオーバーの雰囲気楽しむんだったら L でも良かったかなと思うんですけど、多分 L だと着丈3センチぐらい伸びるんで、結構ね、で、身幅も増えると思うんで、ちょっと大きくなりすぎるかなと思うんですけど、まあ、長い目で見てね、着るってこと考えればこれぐらいのサイジングでいいかなと思います。腕周りがね、結構なんか国内のよりも太い感じがするんで、まあこれぐらいで僕は良かったかなと思ってます。いいね、いいね、良かったわ。これ以上大きかったらちょっとね、スケーターの時ならいいけど、どうだろうって感じだったんで、はい。ちょっと今ね、もう着ながら撮っちゃって超暑いんですけど、いやこれかっこいいっすね。やばいね。
ワンチャンね、なんか L でもいいかなって思うっすけど、まあ、ただこれスウェット着てるんでね、こういうちょっとジャストになっちゃってるような感じするんで、スウェット着なかったらもっとゆったりしてると思います。ただ M サイズにしては身幅とか腕とかは結構太めだなと思いました。着丈がちょっとなんかね、まあ、短いような感じになるんで、まあ、着丈気になる人はワンサイズ上げたりしてもいいかなと思います。確かサイズ表見たら3センチぐらい変わるんだったっけな。なんで、まあ、僕はちょっとスケーター的な大きいシルエットで着るんじゃなくて、まあ、長く着れるような、ちょっとなんか微妙な、ちょっと中途半端な丈というか、大きくもいけるし、まあ普通の時もいけるみたいな感じで買ったんで、まあまあ満足ですね。M でよかったっす。今風にちょっとオーバーサイズに着るんだったら、L の方が雰囲気出て可愛いのかなって思うんですけれども、まあちょっと長く着ていきたいなというところで、僕は M にさせていただきました。なんかマウンテンパーカーとかだったらね、L でちょっと大きくした方がいいのかなと思うんですけど、まあまあこれだったら M で十分かなと思いました。まあちょっとね、ざっくりとね、商品説明って感じですね。まあ着た方が意外にイメージは湧くかもね。ここに800ってね書いてたりとかするんで、あとはまあまあ目立ったことってないのかな。うん、はい、まあこんな感じになってます。まあ今回はね、ちょっと開封して届いたよっていう感じの動画になるんですけれども、この次の動画間にもしかしたら何か挟むかもしれないですけど、ちょっと数パターン服着て撮っていきたいと思います。まあ、できればね、まあ、12月頭ぐらいに出したいなと思うんですけれども、ちょっとね、あんまりセンス良くないんですけど、なんか、ちょっとね、細めのスタイルとストリートスタイルみたいな感じでね、合わせてみることができればなと思います。まあ、この柄ね、タイムズスクエアの柄超かっこいいっすね。これ雪山、個人的には俺超えてますね。余裕で。これめちゃくちゃかっけーっす。大満足です。ほんと黒のね、ピカピカしてるやつとは打って変わって欲しいなって人いたらもう、行っちゃった方がまだ余ってるんでね、いいと思います。パッキングも、なんか実はちょっとこう変わった形になってなんかかっこいいんですよね。なんでこれ黒欲しいっすね。ちょっと検討します。めちゃめちゃかっこいいっすね。セラカモシュプリームって刺繍控えめに入ってるのもありなとこですし、逆に他の色でねしっかり見えてるのも主張してて、それはそれでねスタイルによってはすごいかっこいいと思うんで、まあまあ人気なかったにせよこれはかなりかっこいい回だったんじゃないかなと思います。はい。ちょっとね、こんな感じで来てね、もうすぐ朝来てすぐ開けて、ちょっと雑な感じになっちゃってるんですけど、次回コーディネートというか、合わせた動画撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日はこんな感じで、届きましたという報告動画になりました。今後もね、シュプリームとかスニーカーとかね、あと僕が普段着てる服っていうのをね、紹介したりとかお話できたらなと思いますので、で、僕もね、服喋る友達とかいないんで、もしそういう人がいたらコメント欄でね、お話できたら非常に面白いなと思います。で、なるべくちょっとコメントね、返すようにしてるんですけども、ちょっと時間空いちゃったりとかね、することもあると思うんですけれども、これの方がいいですよとか、こう着たらいいですよとかっていうのもあったら嬉しいですし、まあそういったことを気軽に話できるようなコメント欄にしていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。